まあ、ご祈祷の方の、はい、あの福マスに一応豆とあのお守りを今こう、はい、セットしてるというか、はい、あの節分追儺式はやっぱりその一年の、難除け、それから無病息災、それから招福といったあの意味がございますので、ご参拝いただきまして、まあ、この1年が、良いお年になりますように。今年の1年あの役もなく幸せに幸福な1年を送っていただけるように、真心込めこちら八幡宮の御徒たちはあの奉仕の方させていただいております。